ね。ああこれはドゥドゥがボールをうまく奪いました。ああいいボールだ。そして裏へのスペース、シュートを打つ、森本2点目。後半開始早々森本の今日2ゴール目、3対1としましたアビスパ福岡。後半のファーストシュートが得点につながりましたアビスパ。これはね、あの鈴木選手が試合前に話したプレーが出たんじゃないでしょうかね、はい、今出た選手から鈴木選手に落とした瞬間に、今あの左プレーで松田選手が走ってましたね、で目線は松田選手にこう鈴木選手が映してたんですけど、ノールックでこう森本選手を使うっていうところ、ちょっとそのあたり見ましょうか。でここを落とした時にここでよく、はい、取りました。間接視野では目にしてるんですけども、はい、体の向きとか松田選手も向いてますよね。確かに。だからもう本当にこうチームとして、あとはそのグループとしての狙いの1点、ね、非常にいい得点でしたね。まさにチームで戦術で取